V1 あいつらどういう式になる。さっきは I1、I2、I3 が全部イコールで繋がれた。今度これはどうしたらいい。 V イコール、イコール V1 プラス完璧です。こういうこと、これを頭に叩き込んでください。これ計算問題で出るので、こういうふうなものが渡されて、ここの、ボルトが書いてあったりする。まあ電流が聞かれるときはアンペアが書いてあったりする。それはどういうふうに答えたらいいのかなってことは、さっきの電流ののとこれを記憶してないんだ。でもその記憶の助けになるのはこういう図が、川の流れ、電圧というのは落差だと、電流というのはその水量だと。どんなにガタ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 何個も何個もそういう段があったとしても、そこに流れる水の量は変わらない。で、段がいくつあったとしても全体の落差は電源の落差、電源の電圧、そのうちのどういうふうになってるのかっていう、こういう、いいですか、直列化わかる。ここが一番理解がしないうちに進んじゃうから、いつも電気って難しいなというふうに思われる。でもこの考え方を水の考え方になぞらえて、あ、直列ってのはこのイメージだっていうことをしっかり覚えていれば、電気は全然難しくない。川を見てくるのと一緒のように、川をこうと眺めてると同じように計算ができる。だからここでわからないんだったら、わからないと言ってもう一回聞き直してもいいかもしれない。どうですか、完璧ですか。どっちいいですか、はい、じゃあ直列は終わりです。こういうことです。次もう一回、直列じゃなくてそれに対応することは何だった。並列、並列回路とは道筋が枝分かれしてる。どういうふうに枝分かれするの。考え方はさっきとは変わりません。電流というのは川でいうとそこに流れている水の量、電圧というのはその、まあ、川の落差、ちょっとごちゃごちゃするのでちょっと大きめに書いたらいいかと思います。
まず電流がすごく分かりやすいんじゃないのかな。この I と I1 と I2 の関係、これもう答えられるかな。じゃあ小林君、どういう関係になりそうです？うん、まあ、うん、プラス、はい、いいと思います。完璧です。これはじゃあ川の流れで表すとどういう風に投げる？川がこう来て、川がこう来て、川がこう来て、ここで二手に分かれると。川がこう来て、川がこう来て、川がこう来て、こういうふうになったところね。ということは、ここに何が流れてるの？ I が流れてて、こっちにまあ I1 かもしれないし、I2 かもしれない。こんな状態。ということは、この水は他から来ない限りにおいて、これ足すこれはこれだよね。増えない。減らない。こんなような。イメージでやると I イコール I1 足す I2 と、枝分かれしてるんだ。さっきの直列回路は枝分かれしなかった。じゃあ電圧、この関係はどうなるでしょうか。じゃあ藤井さん、想像していってみてください。V、 うん、イコール、うん、V は、うん、イコール、素晴らしい、その通りです。なんでそれが言える？この絵をどういうふうに書き足したらいいかな、それを理解するための絵は。ここは平らだからね。ここは平らだから同じく V と、ここは平らだから、ちょっとこれが上に上がってるように見えるから分かりにくいけど、平らだからね。この面はどんだけ枝分かれ3つ4つ5つ100個に分かれても崖の高さは変わらない。で、100個に分かれたら、それぞれに流れる水の量は100分の1になって、全部足すと1になる。同じ。そういう考え方。だから電流は、これとこれ足したらこれになる。電圧は、これとこれとこれは全部一緒と。ここもここもここも全部一緒と。どうでしょうか？分かるでしょう？こういうふうにして考えれば絶対に分かんなくなることはないよね。だからまず暗記してしまう。暗記しちゃうけど、単純に暗記するんじゃなくて、この水、水の量に、あ、そういえばこうだったな、あ、なるほど、まあ、これしかありえないよなというふうな感じで暗記してください。その自分に、自分の頭の中にイメージをさせつつ暗記する。いちいちやるためにこれを思い出してたらまた時間かかっちゃうから、暗記も必要だよ。
一時ちょっと待ってよなんて図書いて、っていうか、もし忘れたんだったら図を書いてっていうことはいいけれども、そのセットで覚えてる。どうですか、質問はありますか、大丈夫、よし、それではこれを利用して問題を解いていきましょう。電気プリント8番に1括弧1、電流が流れる道筋のことを何というか、はいどうぞ。小林君、回路に電流の向きは何極から何極か、小林君、プラスからマイナス3、電流の流れる道筋が1本の回路のことを何というか、直列回路。4番、電流の流れる道筋が枝分かれしている回路のことを何というか、並列回路。5番、次の電気用図記号はそれぞれ何を表しているか答える。これはもういいですね、さっきやったので。これは省略します。括弧2、電流について次の問いに答えなさい。電流の単位は何か、記号と読み方を答える。記号は大文字の A、 読み方はアンペア。で、括弧2番、ちょっとこれはやっていないけれども、電流を測る電流計は測りたい部分に直列、並列、どちらにつなぐか。こういうふうに考えてください。電流っていうのは、例えばこういうふうに分かれてたら、ここの大きさとここの大きさとここの大きさとここの大きさじゃ違うでしょ。ということは、ここの大きさを測りたい場合にはどうしたらいいの。ここら辺に電流計の A を置くでしょ。そうすると、ここに対して何列、直列。そういうふうに考えてください。続いて3、電流の強さが予想できない場合、マイナスの端子はどこにつなげばよいか。これ何のことを言ってるのかというと、これは電流計の仕組みについて知らなければならないと思いますので、ちょっ と、この場を借りて9の丸9に行ってみてください。で、電流計がどうなっているのかということをここで、問題を使って理解してもらいます。電流なので2だね。右の図でそれぞれの端子につないだ時の電流を書きなさいというんだ。これアンペア。この機械にはどういうメモリが振ってあるかというと、まず上にマイナス1、0、1、2、3、4、5、そしてその下に小さい字で10、0、10、マイナス10、0、10、20、30、40、50、こういうふうに書いてある。そして、丸1、50ミリアンペア、丸2、500ミリアンペア、3、5アンペアというふうになっています。で、すみません、もう一回さっきの問題に戻ると、電流の強さが予想できない場合、マイナスの端子はどこにつなげばいいかっていうふうになってるんだけど、これは一つの電流計で、メモリを3種類使えるということです。ここにつなぐと、ここにマイナスをつなぐとね、
50ミリアンペアっていうのは、例えば10、12345ってなってるでしょ。で、マイナスの10、0、10、20、30、40、50ってなってるでしょ。50ミリのところにジャックをつないだ場合、どこを見たらいいですか。上を見たらいいですか。下を見たらいいですか。下を見た方がいいと思うんだよね。で、例えばもうこの問題やっちゃおう。ここってなってる。そうすると、これは何ミリアンペアっていう。12ミリだね。ここに 2メモリとか来てるから。だからここを指したらこのメモリが50ミリアンペアの機械だというふうに認識すると。逆に言うと500ミリアンペアのところに指した場合には何を見たらいい？上を見て、これを500というふうに認識したらいい。ということはじゃあ丸2番、500ミリアンペアのところにつないだとしたら、これは何ミリアンペアだと見ればいいと。120ミリアンペアってことね。そういうの。じゃあ5アンペアのところに刺した場合には、当然のことながら5を見ればいいわけだね。そしたらこれは何ミリアンペア、あ、ごめん、何アンペアになる。1.2 アンペアというふうにする。だからこれは、だいたい分かってなきゃさせないってことだよ。この回路は、だいたいどれぐらいの電流が流れてるのかなっていうことをも予想しながら、うん、そうだな、これあんまり電気が強くないから、50ミリに刺しとこう。これは結構なアンペアが来ると思うから、5に刺そうっていうふうに思う。そうしたときに、まあ、それが小さいやつに刺して大きいのが来ちゃうと、壊れちゃうときがあるんだよ。だから、もう一回さっきの問題に戻ります。電流の強さが予想できない場合、マイナスの端子はどこにつなげばよいか。これに対しては何て答えたらいい？うん、一番大きい端子。大きいのに小さいの流れても壊れないでしょ。だから大きい車、小さい車でもものすごい荷物乗っけると潰れちゃうけど、大きいダンプにどんなに小さいもの乗っけても壊れないでしょ。だからこの電流計を壊さないためにするには、分かんないんだったらば、とりあえず安全のために大きいところにつなげる。これは電圧計でも同じです。そういうことです。4-1、直列回路を流れる電流の強さは、これはもう分かるでしょう。電流だから、川の水はどこでも同じである。 B、 まるに並列回路で枝分かれをする前の電流の強さはこれどうなる。 A、 枝分かれをした、これとこれとこれの和がこれと等しいということ。簡単です。続いて3番、電圧について。次の問いに答えなさい。電圧の単位は何か。これさっきちょっと書かなかったね。わかりますか？ V と書いてある。V。ボールと電圧の単位です。括弧2。電圧を測る電圧計は、測りたい部分に直列、並列のどちらにつなぐか。これはやっていないので、
電圧っていうのはどこでも基本的にはどうだった一緒だったのでどこでもいいような気がするんだけど、でもここの電圧を測りたいんだったらっていう形でこういうふうに電流とは逆と覚えてください。電流はそこの測りたいところに直列にしたらいいけれども電圧に関しては並列です。これは覚えてください。もう電圧計は並列につなぐ、これはもう覚えておいてください。で、まあその理由付けとしては電圧は並列でも落差は同じなんだから変わらないので、むしろ二点間の電圧、こことここを測りたいんだよっていう、そういったことを明らかにするために並列でこういうふうにつなぎましょうっていうような感じで、あんまり理由になってるようになってないのはちょっとよくわからないけど、そんなような形で、まあどちらにしても電流はわかるよね。そこの電流測りたいの、枝分かれしてたら違っちゃうからさ、その枝分かれするところに直列につなぐっていうのはわかるから、電圧はその反対だという、電流が反対だというふうに覚えてもらえばそれはそれでいいかなというふうに思います。で、同じく3、電圧の強さが予想できない場合、マイナスの端子はって、これはさっきと同じだよね。電流計と同じ。これは一番大きいところにつなぐということになります。一番大きな端子につなぐというふうに書いてください。で、4番。1、直列回路では各抵抗に関わる、はい。回路では各抵抗に関わるどっち B すべて等しい足し算だったよね。うん、落差だからね。落差だから支流に分かれてないときにはそういうことだよね。だからこれです、これはこれ。だから各電、あ、電圧の和が電源電圧に等しい。電源電圧が電圧の和に等しい。はい。2、並列回路では各抵抗に関わる電圧は B、すべて等しい。こういうことだね。ちょっと図がよく書けない。これはこのとこからわかりにくいか。全部同じでしょって。2つに分かれたとしても、らしさは同じでしょってこと。で、B。はい、これは終わりです。じゃあ続いてどんどんやっちゃいますか。あ、それよりもちょっとじゃあ抵抗が出てくるので、まあいいですよね。その電気の、まあ、9番に行ってちょっとこれだけやっちゃいますか。9番の電気の3のさっきはミリアンペア、アンペアの 電流のことをやりましたので、今度電圧1をやっちゃってからちょっと次のところに入りましょう。さあ電圧ですよ。1、300V のところにマイナス端子を刺した場合に、このメーターが刺されたら、これは何ボルトを刺してるんでしょうか、小林君。
ということで、どこを南なのね。300ボルトということは、一番大きいときに300なんだから、1、2、3で下のところを南なんだよね。そして、1と何、うん、50か。数えてちゃんと。1、2、3、4メモリだから、140ボルト。そういうふうに見ます。じゃあ、藤田君、15ボルトだというのところにジャックを挿した場合には、これは上を下見る？上を見る？下を見る？上のメモリを見る？下のメモリを見る？上。15が一番大きくなる。これは15を見て、これはもう簡単だよね。どうなる？7ボルト。じゃあ戻って小林くん、3ボルトのところに刺したとしたら、これは 1.4ボルト。はい、いいです。こんな感じです。メモリの読み方は簡単ですよね。じゃあ3、4、それから、プリントの10行く前にちょっと、抵抗っていう言葉が出てきて、さっきアドレス説明しますっていうことを言ったので、これについて、この抵抗というのは、オウムの法則ということを勉強しなければできません。電流は金属に加えるってのを加えるというふうに来てるので、これは何しかありえない。何に比例するの？電流を流すために加えるものといったら電圧。まあ電圧は増える。これは I というふうになりますね、さっきの。まあ、単位はアンペアなんだけどね。金属を流れる電流は、まあ、I は金属に加える電圧 V ボルトに比例し、何に反比例するということがオームの法則なの。でその何とかっていうのが電気の流れにくさ。にくさっていうとこから、これは何て言ったらいいの、さっき言ったやつ、抵抗、にくさ、抵抗、電気の流れにくさ、だから電気抵抗、こういうふうに、これを覚えてください。ということはだよ、まあこれを、まあ、電流が I と書く、電圧が V と書く、電気抵抗は R と書いてください。じゃあ、オームの法則を式にしてください。これを読んで。まあ、君たち数学ができるから、多分できるでしょ。っていうか、できないとまずい。金属を流れる電流 I は、金属に加える電圧 V。
に比例し電気抵抗 R に反比例するということは、左辺に何を置くまず主語になっているから、はい、 I は電圧に比例しって言っても、この時に分かんないね、あれは比例定数が分かんない、だから y イコール ax の a が分かんない。でもここで言ってくれてる R 電気抵抗に反比例するというふうに言ってきて、これが量子になり出すんだから、逆に言うと i は R に反比例するということになると、ここに何が来る、 i がここで R で、こういうことなんです。これでこの文章を数式に直したってこと、金属を流れる電流 I は金属に加える電圧に比例し、でも比例定数分かんないから書けないなと思ってたら、次に電気抵抗 R に反比例すると言ってくれた、あ、そういうことならこういうことが成り立つよね、これは覚えてください。このオームの法則っていうもののこれを覚えるっていうか、これを覚えてしまうとこれを覚えたことになるんだけど、まあこれを覚えても計算には使えないので、とにかくこれを覚えてください。電流イコール電気抵抗分の電圧で、どうしてもの時には、まあ、これ3つのを使うってことは絶対わかるでしょ、電流と電圧と抵抗ってことだったら、だったら電流はこれだけ覚えて、これを覚えなかったですよ、何電圧に反比例、抵抗に、ね、R に反比例、これを覚えておいてくれれば絶対に忘れないでしょうって、反比例の Y イコール X 分の A っていうことを覚えておけばそのことを一緒に覚えておく、直列に抵抗をつないだ時の、まあ、電気抵抗をつないだ時の全体の抵抗、どういうことか、まあ、全体抵抗が R として、まあ、これは分かるよね、常識的に。抵抗ってのは何、電流の流れにくさだと。だからここに邪魔なものを置くわけ、そしてもう一個別の邪魔なものを置くわけで、その一個一個の邪魔さ加減っていうのが数字に出てると。じゃあそれが2つ分挟まさった邪魔な程度っていうのはどれぐらいって言ったら R イコールどうなる、 R は そういうこと。
これはもう常識というか、もうなんか普通に当然のことのように、まあそういうもんだなというふうに考えた。だから直列の時の全体抵抗は、全体抵抗はそれぞれの抵抗の和となる。こんなの書かなくていいね。これが厄介なんですよ。これが僕もちょっとよく分かんなくて、どういうふうにして説明したらいいのかなってことをすごく悩んだんだけど、君たちが感覚的にもしかしたら分かってくれるかも分かんない。これはこういうことですよ。おさらいね。まずおさらい。行きましょう。電流についてこの関係を言ってみてください。じゃあ藤田君。I イコール、はい、I1 プラス、はい、OK です。これはもう支流に分かれたらこっちは少なくなって、全部足したらこれに戻るっていうことね。さあ、じゃあ小林君、この関係どんだけ支流に分かれても1個しか落ちてないんだから、1個しか落ちてないんだからみんな一緒に落ちてんだよってこと。こういうことですね。問題ないです。さあ、これが分かったところで、じゃあ今度この抵抗について合計するっていうことの考え方はどういうふうにして捉えたらいいんだろうかという。これが分かったらもう全部ここまで全部終わったってこと、もう完璧です。ただちょっとこれは覚えておかなきゃならない。一筋縄というか、感覚的に分かったらそれを式として覚えてくれる。さっき、もう一回やりますよ。これ何回だった？直列回路。こっちが並列回路。直列回路の時には、単純にどうしたっけ？合計抵抗を求めるのが足した。それは何か？電気の流れにくさを表しているってことは、まあ流れにくさなんだから、多分これホースの太さっていう感覚だよね。ホースが太ければ抵抗は大きい少ない。
少ない、流れやすいんだ。細ければ抵抗が大きいっていう感覚で、太い中くらい、太い中くらい細い、ってなった場合には太くたって流れにくいよね。何もない方が流れるんだから。そしてやっと流れたと思ったら次にはまた細くなっちゃった。で、もっと細くなっちゃったっていうと、あれ、あれ、あれって、あれやだな、あれやだな、あれやだな、3回続くとかね。だから足したの。これ、その嫌だなって思う気持ちを 3つ足したという考え方。これはよくわかるよね。ゆねで何も頭つかなくても、その通りに言ってくれた。今度こうなった場合はどうなの。太い、中くらい、細い。じゃあ、ちょっとこういう考え方です。太い、R1 のやつ。この状態、太いホース1個ここに置いた状態と、この状態って、どっちが流れやすいと思う。どっちが流れやすいと思う。道がたくさんあった方が、いくら細いでも詰まってるわけじゃないんだから流れるよね。中ぐらいのやつもちょっと流れるよね。お太いやつが流れるよね。こっちはこの太さしかない。そうするとさっきは横に並んだらうって思うけど、太くたって邪魔だよっていうふうに思ってるね。だから3つ足さないかなという。今度これは3つあれば3つあった方がいいし、4つあれば4つの方がいいし、100あれば100あった方が通り道がたくさんあるってことは通りやすいってことでしょ。ということはこの中で一番抵抗が少ないものはどれ、抵抗が小さいものはどれ、 R1、R2、R3 のどれ、抵抗が小さいやつ、流れやすいもの、 R1、 R1、R1 一つよりも R1、R2、R3 の合成抵抗の方が何？抵抗は大きいの小さいの？小さい。この感覚を掴んでください。で、じゃあどうやってその足し算をするのっていうか、足し算っていうのかな、これたくさんあった方が小さいっていうのはどういう計算をしたらいいのかなっていうことで、さっき言ったのはこういうことなんです。 R を求める計算式、こういうふうにするしかないみたいな。計算をしてみて、最終的にここが答え、こういうなんか変な計算の仕方しかないみたい。ちょっとそれやってみようか。
プリントの10の2番まずいきます。図1では電熱線 A と B が直列に、図2では並列につないである。電熱線 A と C は2オーム、 B と D は6オームである、まあ、この電熱線というのは抵抗になっているところね。また電源電圧は、電源の電圧はどちらも回路、どちらの回路も6ボルトである。この時に図1の回路の全体抵抗を求める。全体抵抗、これは簡単すぎるね。何？こっちの全体抵抗は8、2たす6で8。こんなもんはどう？図2の回路で電熱線 C と D に流れる電流をそれぞれ求める。さあ、この時に何を、どんな式を思い出さなきゃならない？電圧と電流と抵抗の3つを合わせた関係を表した式は、オームの法則を式に表すとどうなった？ I イコール R 分の V。 こういうふうに使うので絶対に覚えてください。これはだからもし忘れそうなんだったら、電流は何に反比例する？抵抗に、 R に反比例するから、で、残りは V だからっていうふうな考えで無理やり覚えてください。そうしたときに、まず C のとき、 C のとき何が分かんない？何を求めるってんの？電流でしょ。だから I、 I イコール R が何？2。 V はここだって、並列のボルトは何だった？等しい。6ボルト、6ボルト、ここも6ボルト。なんでかしたら段だからね。何本の支流に分かれても段は1個。だから6ボルト。ってことは6ボール3、何言ったの？アンペア。こういうことです。だからいかにこの式が重要かと。同じく D は I イコール何オーム？6オームで何ボルト？6ボルト。6分の6は1アンペア。こういうふうにして求める。何も難しくない。これさえ覚えておけばね。そしてさあ、今やったこの脳をやるためにもこれ先にやってるんだけど、図2の回路の全体抵抗、図2の回路の全体抵抗を求めるときには、さあ、どんな式をやった？ R 分の1イコール R1 分の1プラス R 数分の1。じゃあこれに入れてみ、これが求めたいんだね。じゃあこれそのままにしとく。イコール何分の R1 は何？まず1個目の抵抗は
じゃあこれを計算してみて。2分の1たす6分の1は6分の何？ 3 たす1。6分の4。まずこうなったよね。ただ、求めたいのはこれだからね。ということはこの形にしなきゃならない。上を、分子を1にしないとこれが出てこないよね。これを1にするには、上下何で割ればいい？何で割ればいい？上を1にするには。4。すると上が1で、下は6割る4。ちょっとやってみて、6割る4。1.5。ということはこの答えはどうなるの？全体定数はいくつになるの？ 1.5 だと。だから変な式だけど、ビビらないでねってこと。これが答え。1.5 オームってことね。定数だ。こうやるしかないんだ。これを求めるために。足せば足すほど小さくなるっていう計算は、こういうふうにしてやるしかない。ホースがいくら細くても中くらいでも太くても横に並べるとその抵抗は全体抵抗は足さなきゃならないけども、縦に並べるとどんなに細いやつだってないよりあったかいってこと。だからあればあるほど大きければ大きいほど抵抗が小さくなるってことは、やっぱりこういうふうに分数にして計算をせざるを得なくて、結局その抵抗を求めるにはこの分母のところを答えます。ね、見て 1.5 ってことは2よりも小さい、6よりも小さいね、足してだから検算するときに大丈夫かなこれって言ったら見てみる。これってこれのどれよりも小さいかなっていう、これが例えば7とかになったら絶対に合ってないよね。だって6よりもでかくなっちゃったら縦に並べた意味がないでしょ。そういったふうに確かめるようにしてください。いいですか？これ分かりました？この並列の時の全体、合成抵抗の求め方、全体抵抗、合成して求める全体抵抗、分かんなくなったらまたノート見ればいいから、これは何回も何回も問題を繰り返す。次回の授業ではほとんど計算問題になりますので、その時にこの全体抵抗、並列の時の全体抵抗の求め方の問題がかなりたくさん出ますので、それを解いてきてください。解けばこれは問題になくなりますので、嬉しいですか？はい。そうしましたら元に戻りましょう。プリントの9の下の図のような回路を変えようとしてください。これは別に素直にやればいい。じゃあせっかくだからやってもらいましょうか。小林君ちょっと書いてください。いいよ。じゃあこれ見てよ。これさっきの部品を使ってね、覚えた。はい、時間がないよ。プラスマイナスの方もちゃんとあれしてよ。あ、それ書かなくていいの？俺が書かりやすく書いてる。これは逆に書いちゃダメだ。これはね、抵抗。
待って、すな、待って。そしてその抵抗の差になります。電流と電流があるのですね。そう、はい、そしてその差になります。電圧、そう、電流計、電流計があるでしょ。電流計があるでしょ。その差になります。電流もっと先に、そんな線が線がないからちょっと、あ、いいいいいい、とりあえず繋いでみて、あと書いてないのはどういう風なことかってことを。電圧計はどういう風にして繋がなきゃならないっていう風になっただけ。電流は直列、電圧は並列。じゃあそこの抵抗のところに並列に書けば、いいじゃん、そのまま書けばいい。で、電圧計のマーク、はい、OK です。はい、お疲れ様でした。こんな感じですね。まず電池が、これ違うな、これ逆だな。プラスがこっち向いてる。そして抵抗のところに、で抵抗をのところが電圧測りたいから直列つなぎじゃなくて並列にしなきゃならなかった。電圧だから電圧計書きました。そしてその先に電流計があります。そしてその先に電球があります。そしてマイナス電極の方に戻っています。当然のことながら電流はこういう方向に流れています。はい、と思います。こんな感じで、これスムーズに、そんな頭使わないで、解けるようにしてみてください。はい、それではもう一問。藤田君、今これ書きますので、これを繋いでください。時間がないので1分ぐらいで回って、はい、はい、問題ないと思います。まあ一応ね、まあ、こういう繋ぎ方だったらちょっとおっかないので、だいたいこういった場合、本物の繋ぐときにね、本物の繋いだ絵を描くときにはやっぱここに、ここに結んじゃった方がいいと思うんだよね。まあでも決して間違いじゃないと思います。はい、まあ一応意地悪な先生だとできてねえよってやばいよって言われてしまうかもわかりませんので、まあ、こういうところは気をつけて、まあ、そんな意地悪な人はいないよな。はい、じゃあこれは9も終わりました。じゃあ最後10に行って、で10の3、4、5は今回の範囲ではありませんので、次回以降に回しますので、残った、1ですね、1をやって終わりにします。1、括弧内に入る適切な言葉を言いなさい。括弧1、電熱線を流れる電流はその電熱線にかかる電圧に小林君比例する。
この関係を表す法則が、藤田君何の法則？オームの法則。に電流の流れにくさを、にくさを表す量を、小林君、電気抵抗という単位は R。まあ R っていうかね、単位は R っていうのは電気抵抗を表すマークなので、その単位は何だった？これです。R の単位はこれ、なんだっけ？オーム。単位はと聞かれたらオームである。だから、まあ、この丸一のところが逆に言うと R と書いちゃいなくなるってことね。R、抵抗のこと。それを略したやつを。うん、で、3番。電流と電圧、電気抵抗の関係を式にすると、これはもうお得意ですよね。じゃあ、小林くん、1、2、3と全部言ってください。逆に言うと、さっきの I と V、R と V の式を分解すればこれできるよね。分解するというか、あれは分数になっちゃってるから、それをこの何とかイコール、何とかかける何とかっていうことに変形すればいいね。ちょっとやってみて。ちょっとじゃあさっきの式を見てみて。何イコール何分の何だって？ I イコール R 分の V。で、分数が嫌いだから分数を直そうとすると両辺に何が分かる ?R。ということは、さあ、これをやると、1が何 ?1 が R なの ?V。V ってのは電圧イコール I は電流かける電気抵抗ということになります。だからとにかくこの式を覚えていればそれを変形すればいいんで、この式を絶対忘れちゃいけないということですよ。いいですか。次4、金属などのように電気を通しやすい物質を、これはやってないかな、でも分かるかな。逆に言うと2は分かるんだよね。よくゴム巻いたりするよな。絶縁体という。絶縁体。で、逆に言うと1は導体、導く。だから通さないものはこれとの関係で不動体と言ってもいい。だから一般的には絶縁体と言ったりする。よく電気工事の人がこう巻いたりする絶縁体。でもまあこれとこれとの関係でこうやって覚えた方がいいかな。それはお任せします。よろしいですか。それでは、今日の、電気のものが全部終わりましたので、次回は、まあ、ここに残っている、ワットとかね、電力というものとか、あとは電磁誘導というのかな、発電とかそういうような話になっていきますので、それで電気は全部終わりになります。では以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。